さて原さん、はい、今週席替えしてメインがシオンさんでございます。シオンさんですね。お久しぶりでございます。久しぶりです。去年のハロウィンのスペシャルで来てもらってね、10月30日そうそう、あの時以来来てもらって、あの衣装がですね、いや雰囲気変わりますね、はいはい、この間のコスプレの恐るところだね、これはね全く違う、ね、これはもう原さんにもまた先週同様、はい、なぜそれなんですかというところから、うん、行きましょう、はい、聞いてください。ぶっちゃけエリザよりそっちの髪色の方が似合いますね。本当ですか？そっちの方がより自然です。本当ですか？自然ですか？うん、ちょっと合ってるかな。初めて言われました。本当ね。はい。ちなみにこれほらリリーの、はい、ね、自分で作っといたあれなんだけど、たっきりね。ファイブファイブね、これ。ファイブの。ファイブ DR ね。DR か。DR の 2P。そう、次。珍しい。そうですね。マニアック。俺のコスプレはあんま見たことない。なんか理由があるらしいですよ。ある。うん、それなぜ？もともと私もリリのコスプレをしてまして、うん、なんか違うキャラ、衣装、なんか変わった衣装ないかなと思って探してたら、うん、この衣装になんかたまたま巡り合って、ほうほう、で、あのね、はい、特権ネットのね、そうそうなんです。昔の広告のやつかな。はい、であのポスターにあのこの子強いやつ、はいはい、かっこいいやつあるじゃないですか。あれ見て、ちょっといいなと思っちゃって。あ、そうなんだ。そんな些細なものなんですね。そうですね。これになりたいなと思って。ちょっと違うリリちゃんをしてみたいな。でも、その頃の鉄拳は現役で遊んでなかった頃、ね、現役では遊んでないですね。だから2006年ですか。2006年か、はい、鉄拳ファンデスは2005年が最初だもん、うん、そのリリは後から出たキャラなので、でも実はコスチューム的にはリリって最初はあのなんだゴスロリっぽいあっちではなくて、はい、先はこっちのデザインだった。あ、そうなんですか。そう、最初に出来上がってたのこれに近いっていうか、もうほぼこれで、でこれはなんかどっちかって言ったら普段のストリートファイトする時のこの格好で、もうちょっとキャラクターを示す服装は違うだろうってことで 1P があっち後からできたんですよ。へー、うん、あれが後からだったんですか。あれの方がむしろ後で、こっちの方がデザイナーが出してたデザインの順番としてはこっちは先でしたね。そうだったんですか。これ系がずっと並んでて、その中からじゃあこれかなって言って選んでやったんですよ。そうね。だからせっかくだから先週のケンさんに引き続き全身動画を撮っておきましょうか。撮っておいて、撮っておいて。これ作ったの？作りました。すげえ。はい。皆さん、これが鉄拳 5DR のコスプレでございます。なかなかちょっとこうすると風間陣が見切れるっていうこのこんな感じですよ。これだけどやっぱコスプレで再現してもらって分かる事実がいろいろあるね。こうゲームだと成立してるけど、これ肩よく見たらクリアな、はい、肩紐をつけては、落ちてきて、やっぱ入ってない、そりゃそうだよなとか発見があるね、再現してもらうと。そうそうそう、逆にゲームモデルの中にもこういうクリアなの入れたらリアルかもね。ああ確かにね、本来そうですよ。確かにあれ普通にあれぐらい成立すると思ったけどしないね。いや作り方はちょっと迷って、うん、ここにボーン入れて、ここだけでこう成立する、はい、やつにしようかどうか迷っちゃって。そうなんですよ、動きにくいからポージング取りづらいかなと思って。ポージングも取りにくいし、たこ焼きも食べにくいんで後ろがこう狭いんですよ。だから布的にボーン入れるとどうしようかな、ボーン切らないといけないかなみたいな感じになって、素材的にもなんかこうちょっとエナメル生地となんか合皮っぽい感じと作りたかったんで、なるほど、っていういろいろ布と相談した結果これになったんですけど。ちなみに
え、型紙を書くわけ？あ、そうです。型紙書いて、こんな感じかな。なんか型紙を書くんでしょ？だって、だから立体なわけだから。はい。それはどこで習ったの？習ってないんですよ、私。なんでできるの？うまみを言い真似で。はい、そうです。なんかいろんな人の動画とか見ながらとか。あとケンさんはだってこういう作ったりはしないもんね。僕は作れないですね。でもなんかハマったらできそうだけどね。なんか結局、はい、これは面白い。多分さ、5年後ぐらいに原田の前に呼んだらさ、なんか裁縫のことをすげえ言うようになって、この筋肉で入っちゃう。こなしてる人は覚えたから、服とかに対して見方が変わりましたね。ありますね。ありえるよ。ハマるハマるそれ終わるもん。ハマるそれ終わるから。今度はこう服飾デザイナーですね。活躍する可能性がある。フリルフルフルでくるかもしれない。そうそうそう。これ自分でやったんですよ。まあでも作れるんじゃないですか。そうだね。なんかね、そこまで。これあるんだ、自分で型紙書いて。はい、型紙書いて、切って。ちょっともうちょっとこうかな、とか言うのやる。こうやってみたいな。そうです、そうです。うん、すごいね。すごいわ。あれ、だからコスプレとか服自分で。はい、こういう服着たいなと思ったら逆に作れちゃうわけだもんね。そうですね、作れますね。あ、そう、多分面白いね。それどれぐらい時間かかったんですか、うん、これは2週間とか2週間でぐらいですかね。はい、早っ。え、そのはい、ズボンは デニムっぽいやつで、あ、デニムに柄をつけてます。つけて、はい、やる、はい、創作作品、お金は、はい、時間お金になかなか換算できないですけど、はい、材料費だけでそれいくらぐらいかかってる？どれぐらいだろう。でもそこまでかかってないと思います。布とかだけで。ざっくりざっくり。ざっくり。5,000円ぐらいで。そんなにかかる？ジンのプロテイン代の方が高いと。多分この人が飲んでるプロテイン代の方が高いよ。2週間ですかね。で、髪の毛はそのウィッグ。あ、そうです。ウィッグ。ウィッグが高いよね、意外と。ウィッグでも2000円ぐらいで、ロングは買えますね。すごいね。全身プライスが分かっちゃう。恥ずかしい。でもね、その、この話をするといつも奇妙な目で見られるんだけど、俺も、女子に生まれてたら、ちょっとウィッグとかコスプレ的なことは絶対してるな。うん、こう日常から絶対やると思う。へえ。俺あの小学校の時2人の姉のおもちゃになってて化粧させられるんだよな。あ、こんな顔じゃないですよ子供の頃は。それなりに可愛い可愛い頃ね。メイクさせられてさ、でこうあとは大学生ぐらいの時やっぱりこう先輩を喜ばせるために、うん、いろんなこう出し物をやったりするわけだけど、うん、そういろんな変装とかするわけですよ、うん、なんか楽しくてね、そう変わるのが、はい、自分がそういう意味で言うと絶対やってたと思うね。そういうふうに。そうなんだ。なんか楽しいわけでしょ。楽しいです、うん、はい、あのエリーさんもすごかったけど、 ありがとうございます。あのこれはパシッと合ってる。あ、本当ですか。髪の毛結構やっぱ色合ってる。ありがとうございます。不思議と、うん、そうなんで、こういうのとか見つけてくるわけ。そういう、そうですね。なんかこれ100均のベルト100均なんだ。見つけて、あの100均ショップ最近海外で通じると思うけど、はい、ダイソーとかダイソーね。そうだ、100均侮れないもんね。はい、うん、そう、グローブとかも。グローブは何のものですかそれ。いや、これ切って、あの切って、あ、本当は全体のやつだったんだ。ちゃんとしたやつを指切ったりとかして貼ってるんですよ。大変だ。モフモフがついてたんで、モフモフつけて。そう、モフモフは売ってるんですか。モフモフ、あ、これはファーで売ってます。フェイクファーで、はい、売ってます。ある意味シモンさんの質問よりコスプレやってる界隈の全員に対する質問なのかもしれない。だから言うたら現行のモデルというわけじゃない、古いわけじゃないですか、はい、下手したらその忘れてる人も多いかもしれないし、うん、昔のゲームキャラなんか特にあのアニメ漫画と違って、ゲームってどんどん新しいものに更新されていっちゃうものだから、最新のものをやらずに、あえてその、みんな忘れてるかもしれない古いのをコスプレするっていう、その、
どこに価値を見出してるのかってちょっといまいちそれはだけは分かんないんだけど、それは何だろう。私はもうキャラクターが好きっていうのもあって、でこのキャラクターを好きをこう追求していって、なんか違う衣装、なんか別衣装でみんながおって思う衣装ないかなって探して行き着いたのがこれになるんですけど、うん、なのでなんか新しい方をこう求める人もいはするんですけど、あれもいるんだ、はい、うん、マニアックな方をこう突き詰めると面白いじゃないですか。いや、分かる。これはだから鉄拳ファンの中でも、まあ、リリーってメジャーなキャラではあるけど、はい、あと鉄拳遊んでる人じゃないとおって言ってくれない。そうそうなんですよ。なので私も作ってる途中とかをツイッターとかにこう写真撮ってここまでできたみたいなのを載せると、やっぱマニアックな人が分かってくれて、それが楽しいっていうのはあるんですけど。これはアップしたの？まだしてない。作ってる途中はアップしてて。それやっぱ分かる人、分かる人は分かってくれて、もうここの途中だけで見てリリーだみたいな。あ、すごくないですか。ジーンズの柄とか見て、これリリーのドットさんのリリーのっていうファイディガル時代の。そうそうです、そうです。海外の方とかから、あ、海外も来たりとかして。すごい、海外の方が鉄拳はそうらしいからな。だから分かる人は分かってくれるっていうこの嬉しさとか。今世界から評価もらえるもんね。そうだ、そういう意味ではね、ね、このジンのこの肉体美も今国内だけじゃなくて海外からの評価も得られるわけですね。はい、そうだからこの番組をきっかけにケンさんのツイッターがどうなったね。でも、まあ、2週間って大変だけど、うんうん、ある意味5000円でみんな評価してもらったら元は取れるね。だってこの間どこの元を取るっていうのがあるけど、あのハロウィンスペシャルで出演してもらってからツイッターがウィーンってやっぱフォロワー伸びたみたいで、で、海外フォロワーが急に増えたっていう期間で。いや、海外の人はやっぱりコスプレね、うん、日本はコスプレのある意味聖地なので、そうそう、リスペクトしてますからね、うん、日本人のコスプレはみんなね。あの、でもたまに本物度で言えば、あの、鉄拳もそうだけど、やっぱり、こう、日本人のキャラ以外が結構いるわけじゃないですか。はい、海外の人で本当すごいのいるよ、たまにね。うん、本物かみたいな人。います、ね。いるよね。います。なんか、びっくりしたのが、コミコンで歩いてて、あの、本物のアンナみたいな人が歩いてて、いや、本物じゃんと思って。うんうん、で、すげえ面白いのが、本物、あまりにも本物だとめっちゃ鉄拳ファンかなと思うじゃん。違うわけで、その人全然鉄拳やってないんですよ。あ、友達に、これをやればあなたはそっくりだからって言って、まあ、選んでやってるだけで、全然鉄拳知らないから、俺が、行って写真撮らせてくださいって写真撮ったら、うん、本人はしれっとやってんだけど、本人じゃない、周りが大騒ぎしてる。原さんだ、原さんだっつって。原さんがあんなを撮ってるみたいな。本人は全然鉄拳知らないから、俺が誰でも分かんないし。そうか、原さんのことも。誰も知らないから。で、これ作ってしまうの。面白かったな。なんかでも本当そうだね。次に挑戦したいキャラとかいます？あの、鉄拳じゃなくてもデニーズ。なんだろう。なんて、それやっぱりある日ビビッとくるの。そうですね。なんか好きになったりとか、面白かったりとか。なるほど。今、なんか他に作ってるものはないんですか？作ってるものは、VTuber さんの。ああ、VTuber いいね。はい。2時3時のキャラクターだったりとか。は作ってたりします。ああ、そうなんだ、はい、そう、ちまちま作って、ちまちま作って、でもイベントがないので最近、うん、なかなか披露する場がないっていう。この間ね、そのハロウィンスペシャルで篠さん来た時にね、うんうん、あの長崎でスタジオ系してると。そうね、だから古民家だったのか、古民家のね、なんか築100年ぐらい、100年ぐらい経ってるやつをわざわざそこまでは聞いたじゃないですか、自分のものにしてと。でもそれだけで食っていけると思います？いやー、その結構でも意外と借りる人が多いって聞いてたんで、うん、でもまあコロナ禍だしね、うん、まあ、それだけじゃないかもしれないね。僕はひょっとしたらね、そう、ら裏家業かないかな、ね、でも今日2回目だから、うん、ちょっとほじくり出してみましょう。なるほど、はい、うん、じゃあ聞いちゃってください。そうですね、はい、あの
これが漫画とか映画の世界だと、まあ、古民家を貸しつつも、はい、恨みのある人の依頼を受けて、うんうん、こう古民家にターゲットをおびき寄せてですね暗殺すると、うん、いうような仕事を請け負ってる可能性があるわけですね。まあ税金かからないわけです。かからないかからない。そういう、こう、別の仕事みたいなことはされてるんですか？そういう、別の仕事みたいなのはしてないですけど、うん、まあ、そうですね、最近だと、なんていうかな、まあ、なんか、ちょっとしたこう、コスプレイヤーのモデル業みたいなこととか、イベントに呼ばれて、その撮影会だったりとかもあるんですけど、うん、またコスプレイヤー目線でちょっと長崎をちょっとプロデュースしてほしいみたいな感じの雰囲気の依頼が来まして、うんうんうん、とある施設さんのちょっとリニューアルみたいなのに関わってまして、うん、今現在で そこで貸し衣装とかをするので、そこの衣装制作だったりとか、そのデザインだったりとか、そういう系のプロデュース的なことをさせていただいたりとか、そこの施設の中で、なんだろう、撮影場所みたいなのをコスプレイヤー目線で、どこがこう映えるというか、なんか撮影スポットになるかみたいな。どこで撮影したくなるか。はい。っていうのを、まあ、撮影させ、して、それをこうパンフレットにこう盛り込んで、新しくリニューアルさせるみたいな。のプロジェクトに関わらせて、すごいじゃないですか、総合プロデューサーすごいですか、すごいですね。しかも衣装作りまで依頼されてる。あ、そうですね、なんかこんな作ったりして、それははい、つまり一企業というかどっちかというと県とか、まあそうですね、市とかそういう、はい、のから来たりとかもします。もうしてるんですね、はい、すごいですね。これはなかなかですね。いやでもコロナ禍なので、うん、結構イベントが中止になったりとかもするんですけど、うん、まあそのコロナ明けで、まあ、県内県外からいろんな人に楽しんでもらえるような新しい、うん、そうか、仕込みなわけですね、ある意味。そうです、今仕込んで、そうですもんね、はい、このコロナ禍が終わるというよりかはこうもうちょっと明けたら、もう明けるというかね、うん、だんだんもうなんだろう、まあ、明けるでいいのかもしれないですけど、うん、みんながさあ旅行行きたいなってなった時に、はい、多分大量に人が動きますもんね、うん、行きたくなるような場所作りみたいなのを今させてもらってます。今多様化してますから、もう昔のようにステレオタイプで長崎といえばカステラフワタマラとかそういうことじゃないんだけじゃないってことですね。そうですね、細かくいろいろ、はい、歴史がありすぎて、それ以外のコンテンツで何かこう長崎を盛り上げられないかというので、サブカルチャーってやっぱ世界中から注目されてるので、なんかその視点から何かこう切り込めないかなっていうので。でもいいですね、その長崎全体を、長崎はサブカルでね、なんかサブカルもモダンな感じも、まだね、近代的な文化もまだまだいけそうな可能性のある県ですからね。はい、そうなんですよ。でもそれになんかこう、しおんさんやってくれと声かけられる。どういうルートなんですか？ね、多分、何ですかね、長崎県民のコスプレイヤーさんで外に出たがらないっていうか、こう、あんまりこう、うん、県民性ですよね。はい、出たがらない。ああ、なんか割とシャイなんですね、みんな。そうそうそう。だけど、しおんさんはそういう格好で市役所とかを歩いてるんですよ。これで市役所を歩いてたり。市役所とか書類とかでこうやってるんですよね。あの、リーダーの格好で、そういうとこ行っちゃう、県庁とか行っちゃうんじゃないですか。通報されちゃうかもしれない。そういうことじゃなくてですね、なんかそのプライベートと仕事の自分とこう分けたがるんですよね。だからコスプレをこう趣味でやってる方と、うん、その仕事として私みたいにこうやるのと、うん、やっぱ別なんですよね。なので、こうなんか必ずしも一致してるわけじゃない。はい。完全に一致してる人がいますけどね。人生と仕事と趣味が全部一体化してる人がいますけどね。そう、うん、だからこう隠したがるんですよね、まあ、コスプレをしてること全く隠す気がないですよ。脱いでますからね。
なるほど。あ、はい、そうなの。意外と冴えない人が多いんですね。そうなんです。だからその中で割としっかりこう、はい、こう言った長崎でやってますって言ってるので、どうしてもこう長崎コスプレイヤーでこう調べると私が出てくるみたいなんですけど、はい、だからどうしてもこう調べたら出てきたんで連絡しましたみたいな感じで来るみたいで、はい、で私もそのコスプレのスタジオやってたりするのでちょっと相談があるんですけどみたいな感じで、はい、普通に来るみたいな。ああ、営業ですよ。いろいろつながるもんだね。コスプレやってたさっきの姉さんもそうだけどさ、いろんな仕事につながるんだね。つながるんすね。でもやってんのはまだこういうコスプレだからいいのか。俺ほら前回見てました。俺牛島くんの、シシックっていう、モンモンモンスターとかシシックっていうあの金曜屋のやばいやつのコスプレしようとしたんだけど、あっちだと絶対仕事来ないんだよ、これ。絶対来ない。長崎で頑張ってるっていうのをこうアピールしたくて、地元をこう何かできないかなっていうので、いろいろ協力させていただいてます。いいですね。なんかいずれ県民賞とか出てきそう。ああいう展示がある、ね、出てきそうだよね。だって何をしてる人でしょみたいな、ね。ありますあります。一着こういくらみたいな形でギャラもらうんですか。あ、そうですね。デザイン料とその制作費といくらっていうの。いくらぐらいもある。大体一着10万とかで受けたりとか。そっか、そんなもんか。はい、いや、どうなんだろうね。もっともらってもいいと思うけど。もっと、まあ。でも予算も限られてるからね、はい、そうですね。まあ、やっぱ地方なんで、ちょっと予算が限られてるところもあるので。地方っていうか、東京都の税金が異常なので、東京都がちょっと税金をね、はい、持ちすぎてるっていう。そうか、でもね、いや、原さん言うみたいにもっともらっていいですね。もっともらってもいいと思いますけどね。だって一着ずつで作るものですからね。はい、そんな 大したものじゃないんですけど、簡単なものでそれくらいいただいてたりしてます。海外の事例も聞いてみたら、海外もあんのかもしれないな。どうなんですかね。海外のさ、コスプレイヤーってことはつながり持ってたりする、はい、ああ、はい、あれ海外の人もあると自分でやっぱ作る人も結構いるわけ。作る人もいます、もちろん。そうなんだ、はい、まあ、そうか、そうだよね。みんな結構スーパーヒーローの格好とか作ってたんです。なんか作るものにもよるんですけど、こういうなんか造形、こういう造形を主にされる方もいるし、こういう洋服系を主にするとかいうのもあって、造形とか本当にすごいんですよ。すごいですよ、ね、武器とかすごいので。いや、俺すげえ笑ったのが、ちょうどコロナになる直前の E3 は、もうなんか何年もやってないけど、今 E3 ショーっていうね、はい、ロサンゼルスであれです。最後の、コロナ前の最後の E3 ショーの時、ちょうどアメリカで、僕らのヒーローアカデミアがちょっと流行ってる。ヒーローアカね。うん、なんでそれが流行ってるか分かる。バラメーターがあるわけよ。どこかってトイレの前見ると分かるわけよ。トイレに行けないから、あの格好でみんな。トイレの前にやたらと同じ、こう、ヒロアカの衣装がすげえ並んでるわけよ。あと、ほんと抜け殻みたいな。みんなトイレに並んで、トイレ行って。大変で、トイレから帰ってきたらみんなこと気をつけてね。オーバーオッチとかもそうだったね。オーバーオッチのコスプレとかも。もうわかるんだよ。なんか、あ、今だ、あいつがトイレ、あのキャラがトイレしてるっつって。でも、10は安いな。だってね、ラッキークロエの衣装ね。作ってたね。そう、うん、ラッキークロエの衣装なんて、あれ100万円ですからね。100万円かかった。そうなんですか。ちゃんとした、まあ、衣装制作会社に依頼はしてますけど。はい、平気で100万かかりますから、ね。まあ、制作会社はやっぱり一丁羅だとそうなっちゃうね。うん、一品物だと思う、ね。そうそう。だから、ミシンとかを結構ちゃんと使ってやる。あ、そうですね。ミシン使って。いや、今ミシンにトライしたいのよ。お、あら。いいと思います。もうミシンし始めたら、こう、手縫いには戻れないかもしれない。わかるね。早いし、綺麗にできるし。綺麗ですね。ミシンがね、今いいの欲しくてね。家にはあることはあるんですか、ミシン。あるんですよ、ミシン。でもなんか、お互いあんまり使わないみたいな。けど、もともと絵を描いたりとか、うん、そういうのは好きな方なんで、割と俺裁縫とか向いてんじゃないかな。なんか、やってる最中、こう無になれる、ね。なります、なります。なるよね。トレーニングの時とかも一緒にそうじゃない、なんか 無にならない。
あ、無ですね、やっぱり。そうでしょ、時間経つのを忘れてな。うん、ある意味、だから一番自分にとってのこう集中できる趣味なんだよね、多分ね。不思議だよね。ありがたい。これでまた海外からコメントがいっぱい来るんですよ。いやいやいや。でもこういうの見て逆に依頼してくる人とかいるんじゃない？そういう仕事じゃなくて、その趣味として私にも作ってください、ね。あ、はい、あの、地元でですね、その、やっぱ私のコスプレ見て、そのちっちゃい子がやりやいって言われて、で、そのお母さんがどうしてもそのこの子に着せたいから、そのサイズ合うやつを作ってください。いや、写真撮れてんだよ、親として。言われて、なんかこのサイズ感で今やりたいので、このサイズでぜひ作ってほしいって言われて、子供サイズ、作ったことなかったんですけど、ちょっと作りました。やったんだ。はい、作りました。喜ばれたんですよ。すごい喜んでくださって。いやー、子供向けになんかやるのはすごい分かる。パラさんでもね、そのちょいちょい SNS で、うん、まあツイッターとかでね、うん、まあケンさんもそうだし、シモさんもコスプレの方々の写真いっぱい出てくるじゃないですか。出てくる。黙ってても出てくるじゃないですか。うん、あれ見てて、これはどこで誰が撮ってんだと思いません？あれ、あのクオリティの高い写真。あれね、昔は疑問だったの。うんうん、こんな綺麗に撮れるかなと思って、でなんか写真館とかいろんなとこ撮ってるのかと思ったんだけど、最近は自分で撮れる機会とかが増えてきたから、うん、そのあとスマホもすごくいいし、割と自分で撮ってんじゃないかなと思ってるんだけど、その辺ちょっと聞いてみましょう。でどうなの、そこら辺。私は知り合いのカメラマンさんに撮っていただいて。やっぱカメラマンにいた方がやっぱりうまくいく。はい。ケンさんとかどう？僕も知り合いのカメラマンです。あ、やっぱり、はい、プロで撮ってもらった方がやっぱいい？いや、プロじゃない。プロではない。あ、カメラ趣味だ。ある意味セミプロじゃないけど。まあでもカメラやってる人の中にもやっぱり中にはプロでやってる人とかもいるんで、まあそこら辺は多分自分 の、 あの撮ってもらいたい人にお願いするって感じです、うん、あ、そうなんだ。あ、もうギャラを払ってでもやってもらう、まあ、ちょっとはお渡しして、うん、趣味でやるときは私も趣味で、うん、カメラマンさんも趣味なので、あ、撮る趣味だから、はい、なんでここの需要と供給が合致してるみたいな感じ。あ、向こうも撮りたいし、私は撮られたいというか、まあ、撮ってほしいみたいな感じで、被写体がいないと撮れない。そうそうです、そうです。なので、あの、結構そのプロの方とか、その写真館で働いてる方とかはその綺麗にこう撮る専門なんですけど、じゃなくてコスプレを撮る方、そのシーンを撮るのがすごい上手いので、うん、ああ、わかるわ。そうだよな、その、はい、なんか絵としての再現というか。そうです。なのでこの作品を知ってる方にぜひお願いして、こういうシーンを撮りたいんですっていうのをイメージ伝えたら、それのように撮ってくださるっていうのが多くて、あ、エフェクト足したりもするもんね、しかも、ね、そう、なんかこうストロボで色つけたりとか、そこだけ浮いてるように見えたりとかいうのをするので、やっぱこうコスプレをメインに撮ってらっしゃる方にお願いしてます。ということは、あの、撮ってる場所はカメラさんが、はい、ここで撮ろうって決めてるんですか？いや、私の場合は私が決めます。ここで撮りたいっていうのがあったら、ここでこのキャラ撮りたいんですけど。でもほぼ長崎で撮ってるわけでしょ？そうですね、ほぼ長崎だったり。そんないっぱいあります？そのイメージ通りにはまるところ探します。坂ばっかりに見える。なんで坂ばっかりで撮ってるんだ。長崎だからかな。そうなんだ。探します。長崎意外と和洋折衷なので。あ、そうね、はい、ほんとそうだね、いろんなところで撮れる。私和洋折衷だよね。はい、そうなんですよ。だからなんかでもエリザやってた時に、あの、僕ツイッターで見たのは、エリザをいつか、あの、イメージ通りのチャペルで撮ってみたい、うん、はい、撮ってみたいんです。あ、どうかないですか、エリザにハマりそうなチャペルが。チャペル、いやー、どう、あの、いや、今チャペルも、そうそうそう、ね、撮影できるチャペルもどんどんなくなっていってるから、うんうんうん、そうなんです。あの、ギリシャのクレタ島にある古い教会は、うん、いいですよ。じゃあギリシャに行ってください。ギリシャに。クレタ島。わかりました、ギリシャに行ってきます。考えてみます。撮れるチャペルってないなと思って。ない。イベントとして、そのなんか結婚式場のチャペルを、うん、なんかそう撮影会に開放しますよみたいなところもあるんですけど、うんうん、長崎にある教会ってもう世界遺産になっちゃって、まあ、そうだね、そんなところであの悪魔の格好してできないんですよ。ある意味悪魔なんですよ。そうなんですよ。なので、うん、そういうイベントに結
行かなきゃ撮れない。なんか酒場好きだぞって追い出せって言われて、イベント会場に行って歩いてる時に自分のやってるこのジャンル、まさに鉄拳だった鉄拳キャラが前から歩いてきたんですけど、お互いどう思ってるあ、それすごいです。もう、もうジンが歩いてきたと思うのかな、やっぱり。聞いてみましょう。どう思ってるんですか、そういう時は。いや、私嬉しいですね。え、それ、やっぱり声がかけちゃう。かけちゃいます、私。かけちゃう。私はかけちゃう。逆に言うと、向こうからもかけられることがある。ありますね。あ、ヤホーリリーみたいな。いや、なんか一緒に撮りませんかとか。ああ、やっぱり一緒に撮りませんかなる、はい。そういう感じですか。あ、でもそんな感じですね。うん、まあこういう綺麗な方だったら声かけちゃいます。コスプレいいですね。それで趣味からそういうふうにいろいろ広がっていくのは、はい、うん、やっててよかったですね。はい、やっててよかったです。なんかやっぱコスプレしてるとやっぱその作品好きじゃない、まあ例外抜いて好きじゃないですか。うん、でやっぱり話しかけると大概こう話が盛り上がったり。ので共通の話題じゃないですか。それそうだよね。だってそれで話しかけてあんま興味ないんで、はあって感じじゃない。何言ってんのって感じなの。盛り上がって友達が増えるっていうの楽しいですね。そうだろうな。鬼滅の刃で言うと、うん、なんかこう女装してる炭治郎とかあるじゃないですか。ああ変わってる。あれ遊郭編とかで出てくる。はい、遊郭編のあれのコスプレをしてる人とかいるんですよ。うん、あ、なるほど。そういうのもいるわけだ。マニアックなところをするとこがあるんですよ。そっち攻める人いるんすね。あ、でもそうかもしれないね。猪之助とかは逆に遊郭編の時ぐらいしか外してないとか。はい、そうそうです。あの衣装をやりたいっていう人いるので。あの感じがやりたいとか。その多分感覚に似てるこの衣装を選んだ時が。面白いね。はい。エイザもインパクトだったけど、これは似合ってるってやっぱりインパクトはもちろん自然ですよね。自然なんだ。自然こういう人はおおみたいな。ヨガヨなら、うん、あのヨガヨなら東京の普通のパーティーでもいますよ。うんうん、東京ならあり得る。東京なら。東京ならあれ今この学校でちょっと今ご時世ですけど、こういうコロナ禍じゃなくてちょっと浮かれてる通りだったら。ちょっと、パッと飲み屋というか、その飲み屋じゃないけどさ、おしゃれなところとか、ホテルラウンジから出てきても、あ、今日パーティーだったらなかなぐらい。うんうん。感じにはなってます。そうです。うん、とっても自然。いるいる。それでちょっと、上にガウンでも羽織ってる。うんうん、全然いますよ、うん。っていうことは、ちょっと待ってよ。ゲームキャラとしては、ちょっとインパクトが足りなかったから。そうですね。デザインのちょっと特徴が出てないってことだな、うん、ちょっとだから通勤になったのか。ジンみたいに再現された時にこれで戦ってる人は見たことないよね。逆によく見るこうやって再現されるとうん、うんうん、これで戦ってはいないわなと思っちゃう。でも、ね、でもちょっとなんか防御は有利そうだもんね。そういうの、うん、肘曲がんないですけど結果デザイン結果がありましたね。肘曲がる。確かにそうだよ。実際動きにくいっていう。食事しにくい。食事しにくい。確かに食事しにくい。原田さん、締めてください。いや、あのね、いや、ある意味、もう、さっきいろんな話聞きましたけどね、僕もその、ここまでね、コスプレがその自分、ね、まさに趣味から、仕事から、この価値観をね、全部顔、トータルで変わって、本当に広がって、二人ともいろんなところに広がっていってるわけじゃないですか。もともと、ね、さっきね、シャイな人もいるし、オタクの友達がって言ってますけど、いわゆる、こういうカルチャーとかこういう趣味ってさ、こう、内側にね、行っちゃって、こもっていくように見えるけど、違うんだよね。意外と今は、可能性としていろんなところに広がっていってるっていうのが、実は非常にポジティブなので、皆さんも昔抱いてた、僕らの世代が抱いてた、いわゆるオタク文化とか、コスプレ文化とはちょっとやっぱ違ってきてるっていうのは、うん、みんなに知ってもらいたいし、いや俺はちょっと意外だったな聞いてて、うん、ってことは10人といろいろんなコスプレイヤーいろんなこう自分の変化とか影響外への影響っていうのを持ってるわけじゃないですか。いろんな人の話逆にもっとね聞いてみたかった。そうですね、うん、人それぞれの多分人生の変化とかがあるんでしょうね。あるし、うん、だからやっぱ俺らはやっぱ作ってる側単純にこう自分らが作ったキャラがこう誰かから夜な夜なこうコスプレしてたりこうトレンドそれに
近づけてくる人がいるっていうこと自体がもうすごく嬉しいことなので、うん、これからももうちょっと俺自身もそういういいきっかけとか影響を与えていきたいし、もっともっといいデザインのキャラを生まなきゃなっていうのは非常に思いましたね。あとはやっぱりこの年齢からでも始めれるコスプレがねえかなと、はい、真剣に思っちゃう。募集します。募集、原田に似合うコスプレ大募集。あの無茶苦茶なことをさせるリクエストじゃないから、ね、あくまで俺だったら原田だったらこれが似合うんじゃないかな、うん、これぴったりのキャラがいますよって。募集しましょう。マニアックなところをね。そうそう。じゃあちょっとお二方に感想を。はい、じゃあケンさんからいきます。ケンさんからいきます。はい、そうですね、やっぱ子供の頃からやってたこうゲームのなんだろう、コスプレをしたりとかこういう場とかに呼んでもらえたりするのはすごい光栄なことで、あ、なるほど、いや本当にありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。というわけでじゃあ、はい、しまさん、はい、2回目でちょっと、確かこれ2回目でした。初めて、ね、そうなんですか。初だ。でもほらキャラが違うから。そうですね、なんかこう遠方から来た気軽に来ていいのかなって思いながら。いや全然いいですよ、全然いいですよ、はい、すごく今回も楽しかったですし、はい、なんかこうコスプレの話をいろいろできた、私も楽しかったです。はい、はい、なんかキャラクターが違うせいか前回よりニコニコしてますね。そうそう。この間はちょっとね、エリーさんあんまりニコニコして作ってたからね。はい、そうですね。よかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで本日のゲストは、はい、ケンさんとシオンさんでした。よ、ありがとうございました。ありがとうございました。